今回は、台湾の国産潜水艦建造計画に赤信号が灯ってしまった。詳しく見ていきます。旧式が、未だ、現役の台湾海軍に、最新鋭の潜水艦を投入する。リムパック22にも、台湾を招待するという話が出てきています。日本は、海底で、実は何をしているでしょう。2025年前後での一番艦の収益を目指して進められている台湾の国産潜水艦建造計画は2017年から開始されたものだが、トータルでは全8隻を建造する予定となっており、台湾と中国の軍事バランス上からも注目されている。2022年1月現在、台湾が保有している既存の潜水艦は一応4隻が存在しているのだが、そのうちの2隻は、なんと、太平洋戦争中に、アメリカ海軍が使用した、天地級潜水艦の払い下げであり、未だ使用しているのが、驚きの艦である。また、残る2隻も、オランダ海軍のズバールトフィス級潜水艦を改良し、台湾では、海流級潜水艦と名付けられた、通常動力型潜水艦で、1982年から、1988年にかけて建造、購入されたものだが、6隻の予定が、2隻の調達で終了している。これは、中国の圧力に屈したオランダ側が、台湾への潜水艦売却を撤回せざるを得ない状況に追い込まれたためであり、中国外貨に、台湾海峡における台湾の同分野の戦力増強を阻止したいと考えているのかが、浮き彫りとなった。このため、この2隻の海流級潜水艦は、今でも、台湾の貴重な戦力の一つには数えられているが、すでに、一番艦の建造からは、40年が超過しており、台湾。台湾としての頼みの綱は、やはりアメリカしかないという、切実な状況であったが、ご存知のように、アメリカ海軍は、自軍で保有するすべての潜水艦を、の摩擦や、新型コロナウイルス等の問題で、対立が表面化するまでは、中国を刺激しかねない政策は、アメリカ側が遠慮してきたという背景も大きかった。そこで、台湾は自国の防衛のために通常動力型の新型潜水艦の国産化をやむなく決定し、同国南部の都市、高雄市に本社を構える台湾国際造船に、その建造を委託、残された唯一の方策として、悲願の潜水艦国産化に乗り出すこととなった。台湾の国産潜水艦建造計画という国運をかけた一大プロジェクトを受け負った台湾国際造船は、2008年に民営化される以前は同国の国営企業であり、台湾海軍のフリゲート艦や民間の大型輸送船を数多く手掛けている。ちなみに台湾国際造船の源流は、日本が台湾を統治下に置いていた際の1919年、日本人の木村久太郎が設立した造船会社であり、これが複数回の合併等を繰り返して、紆余曲折の末、現在の形に行き着いたものだ。こうして、台湾国際造船によって進められている台湾の国産潜水艦建造計画だが、そもそも潜水艦建造を行った経験のない台湾にとっては、その技術面、ノウハウ面での他国の支援は必須であり、その協調先が注目されている。これは、韓国が、ドイツの209型、および214型潜水艦のライセンス生産を経て、潜水艦建造ノウハウを習得した点を見ても明らかであり、台湾国際造船が、すべて、独自で建造を行うことは、かなり困難というか、事実上は無理だと言えるためである。しかし、
かつてのオランダ海軍のズバールトフィス級潜水艦をベースとした海流級潜水艦の調達が2隻で打ち切りに追い込まれたように、これを支援する国は中国の経済的、外交的圧力による妨害行為が想定されるものでもある。イギリスのロイター通信は、そうした状況下、台湾が進めている国産潜水艦建造計画には、アメリカをはじめ、イギリス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、韓国が関与していると、2021年11月末に取材に基づきこれを報じた。これらの7カ国の中で、最も、台湾の国産潜水艦建造計画に、技術供与を行っているのは、やはりアメリカだとされており、自国では、通常動力型潜水艦の建造は行っていないが、兵器システムやソーナー等の中核技術を供与しているようだ。これに次ぐのがイギリスで、2021年9月に、アメリカと共にオーストラリアとの間に、新たな軍事同盟を犯す。オーカスを締結したのと同様に、インド太平洋地域における軍事的なプレゼンスの強化の同国の政策一の輪だと考えられる。残る、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、韓国等の国々は、潜水艦の建造に携わった経験を持つ技術者や、潜水艦の未運用に携わった元軍人などの人的リソース面での支援で、台湾の国産潜水艦建造計画に貢献しているとされる。興味深いのは、ロイター通信が、いわゆる西側諸国の中では、韓国をはじめ、世界で、多数の国に、209型、および、214型潜水艦等の輸出、および、ライセンス生産を行っているドイツは、中国側の経済的、外交的圧力によって、技術支援を中止したと報じている点だ。ドイツ経済は、自動車産業等の輸出企業をはじめ、中国経済との結びつきが強固であり、日本で考えられている以上に、中国との関係性の悪化を懸念し、現状の取引の維持を重視しているであろうことが、伺えるものだと言えよう。ただし、ロイター通信の記事は、こうした傾向は、何もドイツばかりでなく、地理的にも、台湾に近いはずの日本も同様だと、指摘しており、中国との経済的な関係悪化による利益喪失を日本が恐れていることは、日本人としてかなり耳が痛い。ロイター通信は、こうした内容を元海上自衛隊幹部のインタビューを通じて紹介しており、また、台湾の地元メディアは、日本が実用化している潜水艦用のリチウムイオンバッテリーの技術供与について、日本から協力を得られなかったとも報じている。台湾が国産潜水艦建造計画を進め現在の予定である2025年からの配備が行われた場合、日本の潜水艦隊が担っているのと同様に海洋進出を強める中国軍艦艇を台湾海峡及びバシー海峡から伊東へ展開することへの有効な抑止力になると思われる。しかし、反面では、現在、海上自衛隊やアメリカ海軍の潜水艦が活動する、これらの海域において、新型潜水艦の投入を進めている、韓国やオーストラリアに、台湾も加わるとなると、非常に、判別が煩雑になり、事故の可能性も高まるとの見方もある。こうしたリスクを回避するためには、事前に友軍か否かを定めそうであれば、各国海軍が情報共有を行う必要があるが、純然たる独立国であると、政治的にも表明することが困難な台湾に対し、日本も表立った協調姿勢は取りづらい。このような現在の国際関係に、新たな変化が起きるのか否か、2022年は始まったばかりだが、尖閣諸島をはじめ、年初より、中国の圧力を受け続ける日本にとっても、周辺各国の動向に、これまで以上に留意する必要があるだろう。そもそも、この現代において、
直接的な武力行使が行われる可能性は限りなく低く、その意味においては日本の尖閣諸島も台湾も中国からの圧力の増加にさらされているとはいえ、それが即武力侵略に直結するとまでは思われない。しかし、かつてのアメリカとソ連との冷戦時に日本にとっても最大の仮想敵国であった当時のソ連よりも、今現在の中国ははるかに大きな経済力を有しており、その軍事力、政治的な影響力もそれに比例して拡大を続けている。先の新型コロナウイルスの問題が拡散された2020年春先以後には、中国からの物流が停滞したことで日本での日常生活にも一部支障をきたす事態が発生するなど、チャイナフリーを実現することは非常に困難だと思い知らされた。